小保方春子さんはスタップ細胞はありますって有名になった。スタップ細胞とはがんやハゲも治せる細胞と言われており、再生医療技術を大きく発展させるとして一躍世界中で話題になった。そのスタップ細胞の再現方法を確立した論文を発表したのが小保方さんだった。しかし誰もスタップ細胞を再現することができず、コピペと写真の天才でできた虚偽の論文だったことが判明した。その後論文を書いた小保方さんは博士号を剥奪され、研究から外されることになった。アメリカの研究でスタップ細胞に近いものは発見されたが、未だに STAP 細胞は発見されていない。